立憲民主党吉田恒彦内閣は給料返せと要求でブーメランに。本日、立憲民主党の吉田さんが国会にてこのような発言をしてしまいました。吉田君、はっきりご答弁いただきましてありがとうございます。では次にですね、歳費に関してちょっとお話をさせていただきたいと思います。今国会議員は2割返納させていただいてますし、大臣の皆さん、政務の皆さんはまた別途返納されているということは存じ上げておりますが、実際国民の皆さん相当厳しい状況に置かれています。私は端的に申し上げれば、やはりもっと抜本的にですね、例えばまず国会議員のことは国会でお決めくださいとおっしゃるでしょうから、まず政務に疲れている皆さん、内閣総理大臣か大臣、副大臣、政務官の皆様が、まず率先してですね、歳費半額程度お返しご返納いただいて、また賞与全額ですね、返納いただく。それを見て、我々国会議員もしっかりと半分同様のことをして、そうすると100億円ぐらい予算が取れますね。これ100億円、やはりコロナがしっかりと収まっていくまでにコロナ対策としてしっかり当てていくっていうのは非常に国民の皆さんからも理解されやすいし、やはり国会議員も自らの状況、国民の皆様同様苦しい状況に置きながら、気にすればどうすると言いますので、困窮するような状態にしては当然いけませんが、この程度、やはり歳費半額、そして賞与は全額返納して、コロナ対策100億円当てていくんだ。そういった姿勢が、私は国民の皆様に見せるべきものじゃないかと思うんです。その中で、どうでしょう、内閣として、さらなる、ですね、歳費、そして賞与の返納、私が申し上げたように半分程度、賞与は全額、こういったことをするおつもりはありませんか。和田官房長官。まず菅内閣においては前内閣と同様、行財政改革を引き続き着実に推進する観点から、月額給与と期末手当、これ全額ですから、歳費としていただいているものも、それをすべて対象としながら、内閣総理大臣については3割、国務大臣、副大臣にあたっては2割、大臣政務官にあっては1割、これすでに国庫に納付する措置を取り、さらに加えて国会議員については、本年5月から歳費月額の減額が行われており、内閣総理大臣も国務大臣も当然国会議員でありますから、そういう対応されているということであります。で、それ以上、したがってかなりの割合は返済をされているということになります。で、それ以上の要費ということになると、まさに私どもの歳費の部分にかかるものがかなりの部分でございます。今後の国会でのご議論を踏まえて適切に対応していきたいというふうに思います。このようになっておりまして、吉田さんは、要するに内閣に対して給料返せと要求されておられましたが、実際には菅内閣においてはすでに相当額の給料が国に返されているという事実がございます。また給料動向で言えば、立憲民主党は参議院において国会議員の歳費を自主的に返納すると合意したにもかかわらず返納していないという問題がございますので、まずは給料動向と吉田さんが主張されるのであれば、参議院において立憲民主党が歳費を自主的に返納することが先なんじゃないでしょうか。私は国会議員や政府高官が総の給料をもらうことを否定いたしませんが、給料を返しましょうというのであれば、まずは立憲民主党を含むすべての国会議員が合意をした上で率先して行うべきであり、そういった合意が守られていないのであれば、まずはその合意を守ることができるように努力するべきだと思います。また、こういった給料動向というのであれば、国民からほとんど支持されていない立憲民主党の構成員の皆様に大量のですね、給料が国民の税金から支払われているという問題があり、また立憲民主党などの野党、税金から政党交付金が支給されておりますが、その政党交付金、政党が解散した時点で余っていれば国に返還しなければいけないのに、実際には
返還していないという問題もございますので、立憲民主党には吉田恒彦さんには、まあ、こういった税金の使い道について問題視されるのであれば、まずは立憲民主党の税金の使い方がおかしいという問題が複数発生しておりますので、そういった問題について国民が納得できる形で速やかに対処していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。